こんにちは、コマンドブリショイです。今日4月21日は私の後輩でもあり盟友でもある渡辺恵里香さんの命日です。ちょうど今日で7回忌になるそうです。早いですね。今日はその渡辺恵里香さんの生前の試合を皆さんに見ていただきたいと思います。渡辺恵里香さんのことを知ってる人も知らない人も、はい、こういう選手が昔いたんだなっていうことをなんか知ってもらって、はい、エリリンの生き様に触れていただけたらなと思って、これから試合を紹介したいと思います。渡辺恵里香さん、エリリンって言うんですけども、エリリンの試合を見ながら、皆さんと一緒に献杯できたらいいなと思っています。では試合を見てください。あ、対戦相手、これは2004年ぐらいの試合なんですけど、後でちゃんと動画に入れときます。ジャガー横田さんとシングルマッチです。はい、もうジャガーさんのことは皆さん知ってると思うので、もう説明はいらないと思うんですが、ジャガー横田さん対渡辺恵里香さんの試合を皆さんに見ていただきます。ではどうぞ。シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー135パウンド渡辺
Thank you.